笑いは百なんていうようことで、えー、今日は「伝道集会のメッセージ」のタイトルじゃないよって言われるかもしれませんけども「えー、ユーモア」っていうのは「にもかかわらず笑う」っていう意味があるんだ。楽しいから笑う喜びだから笑う、えー、面白いから笑うじゃなくて「にもかかわらず笑う」ですからこの御言葉から私たちは喜べない状況です。 にもかかわらず喜ぶことができる祈れない状況ですにもかかわらず祈ることができる感謝なんかできないどこ探しても感謝なんかできないにもかかわらず感謝するこういう生き方がクリスチャンの生き方であってそれが神様が私たちにとてもとても望んでいらっしゃることなんだっていうことを皆さんと共に考えていきたいと思います。 この御言葉は、えー、皆さんが一番よく知ってらっしゃる言葉の中の一つではないだろうかと思っていますが、えー、笑笑いいは百薬の長に勝る良薬なし、えー、そういうふうにもよく言われますが笑いは、えー、心だけではない体にもとてもいいことでしかも副作用がないってある人が言いました、えー、いろんな薬に副作用があるかもしれませんけど 笑いには副作用はないよって言ってあるものを調べてまいりましたら10の笑いの効果っていうのが出てましたので貴重な時間ですけども、うん、なるべく急いで早くしでっていうふうになるかもしれませんが10の笑いの効果を皆さんにご紹介してみたいなと思っています一つは笑いは人間関係を円滑にする安心感や親近感を与える 笑っってている時ところってそうですね、えー、2番目「笑いは肌をきれいにする」「腹式呼吸を促し血行が良くなり老廃物を体外へ排出するホルモンバランスを整える」「女性には特にどうぞ」えー「3番目「笑いはカロリーを消費する」「よく笑うと腹筋や横隔膜が鍛えられ足早で歩くよりもカロリーを消費するんですってよ」 ですから笑う方が足早で歩くよりもカロリー消費するって言うんですからいいんですよね食べたあと散々笑ったら消化する、えー、まあ消化ない話ですけどもしかも便通も良くなる、えーまあ、その辺にしましょう、えー、4番目笑いはストレスを解消する交感神経と副交感神経がバランスよく働きストレスを解消するんだそうですよ5番目笑いは 仕事や勉強の能率を上げる。脳波がアルファ波状態になって集中力がアップする。6番目、笑いは癌を予防する。血液にナチュラルキラー細胞が増えて免疫力が高まり癌を予防する、えー。医学界でもこのことが盛んに言われていますよね。笑いと医学と その関連性がどうなのかっていうことは究明できていないけれどもがんが告知されて余命、えー、いくらかだっていうふうに宣言された人がその宣言された余命以上に長く生きた人の中によく笑った人がいるって言うんですから笑いっていうのはすごいですねがん細胞も対抗させるほどのすごい、えー、薬っていうか力っていうのがあるんですね。えー 7番目笑いは地方を予防する。これは私のためにあるんかなと思ったりもしますが笑いは地方を予防する、えー、地方に住んでいる方も地方を予防するだんだん分か,く分からなくなってきましたが脳が刺激されて血流が活性化し脳血管障害を予防するっていうんですね、えー、血管障害、えー、私は人間血管のところがあるんですけども笑いっていうのはそういうことも防ぐようですね8番目、 笑いは現代病を予防する。肩の、肩や首のこりを防ぎ、心地よい疲れと精神的なリラックスで不眠症も改善する。9番目。笑いは生活習慣病を予防する。コレステロールや中性脂肪、血圧、血糖値を下げ、動脈硬化や高血圧、糖尿病を予防、内臓を活性化する。 私はあの糖尿病患者ですからこれはもう一生懸命笑わなきゃいけないかなそうしたらもうえ糖尿病がなくなっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですが今のところ糖尿病なかなかあの数値が下がらなくてですねストレスが溜まっちゃったり疲れちゃったりするともう数値がどんどん上がっちゃってどうにもならないっていうようなことがあるんですけども大いに笑わなきゃならないなさて10番目笑いは痛みを和らげる鎮痛作用のある脳の神経伝達物質 エンドルフィンが増加するんだそうです。リュウマチに関しては、その活動性も抑制するんだ。こういうふうにも言われています。まあざっと、笑いの自由の効果っていうことをお話し申し上げましたが、あの、有名な文豪である下崎闘村。下崎闘村という人はこう言いました。良い笑いは、暖かい冬の日差しのようなものです。誰でも親しめます。そうですね。良い笑い。 えー、幸福論を書きましたアランという人はですね幸福だから笑うわけではない笑うから幸福なのだと言いたい、えーねーえー、幸福だからっていうのは幸福だからって言える人はそんなにアランじゃないかなってアランは言ったってうんですけどもちょっと苦しいダジャレになってしまいましたね、えー。シャンフォールというフランスの文学者がこういうふうに言ったって、ね、も無駄な人は 一度も笑わなかった日のことだ一度も笑わ,なかった笑わなかった日があったらそれは私にとって最も無駄な一日を過ごしたことになる本当にそうかもしれません眉間にしわを寄せながら朝から晩まで過ごすという一日は全く無駄なんですよって言われている言葉なんですねさて私たちの神様の御言葉はいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさい すべてのことについて感謝しなさい。このところはよくわかっています。でもその次です。これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。わざわざパウロ先生はですね、キリストイエスにあって神があなた方に求めておられることだ。もし私たちが喜びの日々、祈りの日々、感謝にあふれた日々を送ることができた できたとするならば、それはイエス様によって神様が求めておられることをその通りにして歩む日々を送ることができているとするならば、天の地なる神様はこのキリストイエスによって私たちを祝福しないではおられないお方なんです。そういうふうに受け止めることができたら、どんなに感謝だろうかと思っています。 もうかなり前ですけども私が牧会伝道させていただいたことのある仲良し協会という教会にですね香里ちゃんっていう3歳の女の子がいまして教会学校に出て教会学校の先生から聖書の言葉を教わった、ね、これですよ「いつも喜びなさい」「いつも喜んでいなさい」「絶えず祈りなさい」「全てのことを感謝します」でも3歳の子ですからこの3つを全部いっぺんに覚えさせるのがなかなか難しいっていことで今日は香里ちゃん いつも喜んでいなさい。この言葉をね、覚えておこうねって言って彼女はその聖書の言葉を覚えて得意げに家に帰って言いました。私ね、聖書の言葉を覚えてきたの。じゃあ、かおりちゃん言ってごらん。うん。いつも転んでなさいって彼女は得意げに何べも何べも 香りちゃん転んじゃダメなのよそれはねいつもよろそうよいつも転んでなさいって彼女はしばらくの間もうねいい娘さんになりましたからそんなことは卒業していますけども本当にそのことを私はこの言葉に触れるたびにいつも思い起こすんです私たちにも誰もがですね今日一日しぶちんの顔をして過ごしたいなんて人は一人もいません喜んでいよう主に向かって祈りの心でいよう感謝にあふれていようと思いながら一日 会社に行き、学校に行き、人間関係の様々な出会いの中で仕事に取り組み、けれども結局様々なことごとの中で今日は転んでしまった、捻挫だ、骨折だ、なんてで、ね、そんなような毎日が続くんじゃないかなっていうふうに思ったりもします。いつも喜び、そして絶えず祈り全てのことを感謝する、この源が私たちに与えられているっていうのはすごい。 なんで喜ぶことができるかなんで祈ることができるかなんで感謝することができるかまず一つそれは私たちには万物の作り主なる神がおられる、えー、当たり前のことかもしれませんがこの宇宙大の神が私の神しかもパウロから言うとこの神様をアバ父「尼父お父さん」って呼ぶことができる。私はあの エルサレムの郊外にある小さな公園でお弁当を食べたことがあるんですねお弁当を食べたことがあるんですその時にですね、えー、どこから来たのでしょうかユダヤ人の家族小さな子供が2人いましたねその子供たちとお父さんとお母さんとやっぱりお弁当を広げて食べていましたその時にですね小さな子が お父さんに向かって、アバー,ーってですね、ニコニコこうしながらね、お父さんに向かって飛びついている姿を見ながら、おお、これだと思ったんですね。本当にですね、お父さんへの懐に飛び込んでいくことの素晴らしさ。アバー,ー,ー、おお、これは聖書そのものだよな、っていうふうに、えー、イスラエルの人たちは今でもお父ちゃんって呼ぶのをアバー,ーって言うんだそうですね。えー、そういう意味において、私たちはイエス様によって、 神様に向かって遠慮、慰謝なく、あ、まあ、お父様、お父ちゃんって呼ぶことができるものにされているっていうことは、なんとすごいことだろう。そして二つ目、その神様が、イエス様という一人語を使わして、私たちの過去の罪、そして暗闇、過去に犯した様々な失敗、あらゆるその暗い黒いものの全てを背負い、 そして現在生きていくべきために追わねばならない主に独り子であるイエス様にあの十字架を追わせてドクロの丘を向かわせてくださったお方は今まさにこのイエス・キリストというお方によって私たちの全てを担っていてくださるこのことを当たり前のことでありながら日々に私たちはじっくりと受け止めながら一日一日を歩むことができているでしょうか。 三つ目、その神様はキリストを犠牲にしてまでも私たちを愛しておられる神様の愛が今日も一日私たちを豊かに導いてくださっている私たちは愛されているあなたは私の目に高価でたっといておっしゃることお方は私はあなたを愛しているそうおっしゃっている私たちの会社でもあるいは 近所隣でもあるいは学校でも友達同士でも異性の関係で愛し合うなんてなことはあったとしても全ての人間関係において私はあなたを愛しているって本当に心の底から接することができている人が私に何人いるだろうか本当に心から信用して信じきって任せて愛しているよ っって言って言くれる友がいや私自身が誰かに向かって愛しているって言うことができる友が一体何人いるだろうかそんなような中で宇宙内の神がキリストの命を懸けて今まさに私はあなたを愛しているっていう風が小枝を揺ら,すあのざわ揺,ら揺らすざわざわの音小鳥のさえずりまた街に行けばざっとあの騒音その騒音でさえも 神様が私を愛してるぞっていう声に聞こえるとすれば、それはなんと素晴らしいことじゃないでしょうか。ああ、だから私は喜ぶことができる。だから私はこのお方に祈ることができる。だから私はこのお方に感謝することができる。そういう源を私たちはいただいているのではないだろうか。えー、ノートルダム精神学園の理事長をしていらっしゃる渡辺和子先生。 えー、しばらく前まではあ学院長をして,もしてもいらっしゃいますが何冊か本を書いていらっしゃいますね「えー、置かれたところで咲きなさい」って言うんですかねそれからもう一つは「面倒だからしよう」っていうのがありましたねなかなかユニークなタイトルですね「えー、面倒だからしよう」大体面倒だからやら,やらないことなんですよねだからだけどあ彼女にとっては面倒だからしよう。えー、これもあの私たちのの生活の キーワードにしとくといいですね。ああ、面倒だ。もうやりたくない。後,に後回し、後回し。でも、それを、ああ、面倒だからしようって、先にやっちゃう。これはあたすごいことですね。まあ、それはともかくとして、この渡辺和子先生がこんなことをおっしゃってましたよ。不機嫌な顔つき、冷たい態度といったものは、立派な環境破壊だと思うのです。<laughs> 人の心を蝕みますから、 だから笑顔で生きるっていうことどんなに年をとっても笑顔でいることを忘れないようにしたいですねって笑顔でしたいですねって講演してらっしゃるんですよねいいですねあの人の笑顔もすごいいい笑顔ですよね,、ええ、ねえ冷たい態度不機嫌な顔つき立派な環境破壊ですってよ、えー、私たちはどうだろうかなそういうふうに思わせられます だから私たちは本当に感謝することが祈ることがだから呼ぶことが喜ぶことができるこのお方と共に歩むということの日々がどんなに素晴らしいことだろうか。笑いのある人生は神様が人にだけ限られて与えてくださった人生じゃないかな人にだけ笑いのある人生を与えてくださったんじゃないかなっていうふうに思います。 猫が笑ったって写真を時々見ることがありますが気持ちいいもんじゃないですよ犬が笑ったなんてこんなような顔してですねやってますけどいいものじゃない猿が笑ったなんて皆さんあ敵も猿ものだって言うんですけど猿も引っかくものなんですよあんなあんな見られた顔じゃないですよねでも人間の笑顔ってね皆さん誰でもいい顔ですよ一度ですね一度だけ皆さんしょっちゅうなんでしょうけど鏡を見て笑ってみてください ああ私もまんざらじゃないないい顔だなっていうふうにそれが逆に不機嫌な顔むっつりした顔を鏡で見,見てごらんない見たくもない自分の顔なのにというふうに思ったりもします、まあ、ともかくとしましても聖書の中にはですね「私たちの口は笑いで満たされる」っていう言葉があるんです。それは詩編の、ね、編の 節節から3節にこんんな言葉があるんですよ主がシオンの繁栄を元通りにされた時私たちは夢を見ているもののようであったその時私たちの口は笑いで満たされ私たちの舌は喜びの叫びで満たされたその時国々の間で人々は言った主は彼らのために大いなることをなされた主は私たちのために大いなることをなされた 私たちは喜んだ私たちの口を神様は笑いで満たし私たちの舌を喜びで叫ばせてくださるこれは歴史的には紀元前538年、えー、バビロンを征服した、えー、王様でありますクロスというペルシャの王であるクロスという王様がイスラエルの人捕囚捕囚修とらわれていた人々を解放してエルサレム帰還をさせなさいました。 そして神殿神様を礼拝する神殿を建てるようにと、えー、セしばざるという人にリーダーとしてお立てになって、えー、彼らは帰国ののにつき始めたのです人々は帰国の出来事を夢のような喜ばしい出来事として歌った時の歌がこの歌ではなかったかと言われていますが私たちの口は笑いで満たされ私たちの舌は喜びで満たしてくださる。 神様というお方は、私たちの口を笑いで満たし、私たちの舌を喜びで満たすお方だ。決して私たちの口をつぶやきや、不平や、不信仰や、文句や、怒りや、呪いや、そういうもので満たすお方じゃないんです。それは、罪から、悪から出てきたものであって、神様からはいつも私たちの口を笑いで満たし、 私の舌を喜びで満たしてくださる、喜ばせてくださる、叫ばせてくださるお方ではないだろうか。そういうことの家に、私たちは本当に神様のもとで、ほとばしに出る笑いの日々、喜びの日々を歩んでいきたいなと思います。もう一箇所、エレミアの30章の19節というところには、こんな素晴らしい言葉があるんです。彼らの中から、感謝と喜び、笑う声が湧き出る。 彼らの中から感謝と喜び笑う声が湧き出る湧き出るって訳されている言葉ですよ泉のように湧き出てくださる私たちの日々の生活の中で私のうちから感謝と喜び笑う笑い声が一体どこから出てくるんだろういくら探しても出てこねえよっていうようなことじゃ困りますよね私は時々私の と撮っている新聞は私の家が撮っている新聞は読売新聞なもんですから読売新聞に出てくるえ子どもの私たちの笑顔が家庭にどれだけ感染しているだろうか私たちの笑顔が教会の中でどれだけ感染しているだろうか私たちの笑顔が友達同士の間でどれだけ感染しているだろうかなみんなが集まるとあの人の噂この人の悪口 この人のあのことの批判そんなものばっかりが満ち溢れて一体私たちのうちからどれだけ笑顔が満ち溢れ出ているだろうかその笑顔があの人にこの人に隣の人に向かいの人に後ろの人にどれだけ感染することができているだろうなとふっと反省させられるご業家でした京都市に住んでいる中学2年生の山口遥香ちゃん「スマイル」っていう詩なんですね こうです笑顔ってね簡単だけど難しい本当の笑顔を出すのは心も笑顔じゃないとダメなんだ本当の笑顔を出すのは心も笑顔じゃないとダメなんだよ作り笑いじゃダメなんだよ本当に心の中から笑顔が喜びが湧いてこないとダメなんだよ そういう意味において私たちは目に見えないしかし私を愛していますとおっしゃるお方私のためにこよなく命を懸けて共にいてくださるイエス様に心からの祈りを捧げる時にその祈りは必然的に喜びに変えられて感謝に変えられていくんですそういう日々の歩みが私たちにどれだけ歩まれていくんだろうかなもう しばらく前にお亡くなりになりましたけど長田博さんという方のコメントです作り笑顔こわばった笑顔場違いな笑顔なかなか出会えないよね綺麗な笑顔には残念だけどってこういうふうなコメントなんですがああお互いに誰かのことあの人のことこの人のことじゃなくて私のことについて本当に受け止めていくことができたならばどんなに感謝でしょうか今まさに 感謝なんてできっこないよ。喜ぶなんてできっこないよ。祈ることさえも気力を失っているよというような現実に出会うことがあります。だから、祈れないから祈るんだよ。イエス様祈れないんですっつって祈るんだよ。そこに限りない平安が満ち溢れてくるよ。喜びが湧き出てくるよ。感謝が溢れてくるよ。これがキリストイエスにあって、 神があなた方に求めておられることである。これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。冒頭にお話申し上げましたが、神様はイエス様というお方によって私たちに求めることってそんなにありません。捧げ物を捧げなさいとか、善行をしなさいとか、この掟を守りなさいとかじゃなくて、神がキリストイエスによって求めておられることは 喜んでなななさささいいい祈り感謝しなさいみんなができるはずなのになんでできないのそれはこの宇宙大の神様のもとにいかにキリスト様と共に歩んでいるかいないかがあなたを決める決め手になるんじゃないだろうかなと思います。お祈りしします天の神様よく親しみ 慣れ親しんででいる聖書の言葉でありお題目のように唱えることもあればまた人に向かって聖書にはこんな素晴らしい言葉があるんだよって紹介して差し上げることもあればでも私自身が今どれほどの喜びにあふれ神様に向かうどれほどの祈りに満ちて感謝が 心の底から本物の感謝があふれ出ているだろうかっていうことを思うときにあまりにも喜びのないというかかえってつぶやいたり文句があったり不平があったり羨ましい思いがあったりあるいはあの人のことこの人のこと噂話があったり。 そんなことに満ちている自分自分身を発見します所を許してくださいそして本当に私のうちにも私の周りにも喜び祈り感謝することが溢れているはずですから今日から少なくても一日10回20回30回と喜び祈り感謝にあふれる日々を歩ませてくださいますようにそういう生き方をするものに 神様は惜しみない祝福を持って望んでくださいます私の口を笑いで満たし心の底から感謝で満たし喜びで満たしてくださるお方があなたですから感謝ですお一人お一人が日々のさまざまな戦いに傷ついたり疲れたり病んでしまったりすることがありますが神様あなたからいただく喜びや祈りや感謝は百々の長です 神様、どんな薬にも勝さってエネルギッシュな、えー、命に満ちた力に溢れたものです。一人一人がこの恵みによって癒されて、力づけられて、この喜びや祈りや感謝を周りに感染することができる私たちの存在であらしてくださるようにと切に祈ります。神様、日本列島は今まさに自然の災害の中におりますが、 最小限に食いとどめてくださるように、また、経済成長、経済成長のみが叫ばれているような状況の中で、心が失われています。なんとか1%の壁が破られて、神様を信じる人々が一人でも多く起こされますように、切に祈ります。11月のフランクリン・グラハム大会に、この日本武道館で開かれます大会の上にも、神様、数々の準備が必要ですけども、あなたが備えて、祝福を持って、 え、待っていてくださることを信じます。あの武道館を祝福してくださるように、用いてくださるように、切に祈ります。首都圏の教会が一軒でも多く、これに協力することができますように。今、私どもが、世話になっております、この OCC のビルの中に、働いております、すべての、うん、諸伝諸団体の上にも、神様の祝福が及んでくださるように。これからの時を見てに委ねて感謝し、 皆によってお祈りをおげいたします。アーメン。